小堺富木胃の中のナイフ一。今しも柱時計が九時を報じた八月のある暑い朝である警視庁鑑識課の実験室の中央にある机を囲んで タバコをふかしながら対談しているのは主任の医学博士山村勉氏と警視庁でも腕利きの探偵と言われている島崎老蔵氏とである傍らの実験台の前に立ってしきりに仕事をしているのは山村博士の助手岡田実くんである山村博士は今朝隅田川で発見された死体が やがて解剖を受けるために運ばれてくるのを待ちながら現状捜査に赴いた島崎刑事から捜査の結果を聞いているのである島崎刑事の語るところによると今朝未明向島付近の堤防の杭に男の死体がうつむきになって漂着していることが通行人によって発見された急報によって島崎刑事が部下の人々と共に駆けつけてみると 死体は45日水中にあったと見えてだいぶ激しく腐敗しかけていたとりあえず堤防の上へむしろを敷き死体を引き上げてみると顔の皮膚はところどころあかむけになっていたけれど体のどこにも暴力の加えられた形跡はないから単なる歴史かもしれないが身につけているのは棒島のひとえものに黒のメリンスのへこうびとサルマタだけで。 ハンカチーフも懐中物もなく30歳ばかりの丸刈り頭の男というほかどこの誰とも分からんので島崎刑事は部下の人々に死体を警視庁に運ぶ用意をさせ自分は一足先に帰って山村博士に解剖を依頼したのである山村博士と島崎刑事とは中学時代の同窓で2人とも四十前である 山村博士は順調に進んで大学を出たが島崎刑事は中学を卒業してから区役所に勤め25歳の時巡査を志願してめきめき腕を現し図らずも警視庁で山村博士と共に犯罪探偵に従事するようになったのである山村博士は学者にありがちの理論家であるが島崎刑事は徹頭徹尾実際家である 山村博士が理論で探偵の法を進めていくに反し島崎刑事は実地でことを解決しようとするだから2人が協力すると理想的な探偵が出来上がるのであるで君は単純な歴史とは認めなかったのだねと山村博士は刑事の報告を聞き終わって尋ねたそれを決めるのは君の役だよ しかし、死体をいじくれば大抵わかりそうじゃないかけれどだいぶ腐敗していたからね。丘へあげた時に水を吐いたかねそれがおかしいんだ。少しも水を吐かなかった。もっとも、歴史体だって必ずしも水をたくさん飲んでいるとは限らぬが。博士の言葉はドアを叩たたく音に遮られた。 刑事が死体の到着したことと解剖の用意の出来上がったことを告げに来たのである博士と刑事と助手とが解剖室へ入ると死体は猿股一つにされて解剖台上に横たわらせてあった山村博士はまずそばにかけてあった着衣とへこ火等を改め後死体の検査に取りかかった死人は栄養が非常によくて きれいな歯がそろっており筋肉はたくましく発達していた猿股にはまだ水が相当にかかっていて下腹部から股にかけての皮膚にぴったりくっついていた山村博士は何か大切なものでも開くかのように丁寧に猿股のひもを解いて徐々に足の方に脱がせていくとその途端に死体の方から山村博士の左手の甲へ 1一匹ののみがピョンと飛びついた立ち会っていた島崎刑事はもとよりそれに気が付かなかったが博士はあたかもそれを予期していたかのように手早く右手の食手で取り押さえ岡田助手に小さなガラス瓶を持ってこさせて生きたままその中へ入れたのみはメスであって尻の方がかなり大きくいっぱい血を吸っているらしかったが 窮屈な世界から自由な天地へ出たのを喜ぶかのようにぴょんぴょん飛び回ったこののみこそ後にこの複雑な事件を解決する唯一の鍵となったのであるもし山村博士がこののみを捕らえ損なったならばおそらく大犯罪者を取り逃がしてしまうことになったであろう山村博士は さらに注意してサルマタを探したその他には飲みはいなかったのでいよいよメスを取って解剖に取りかかった順序として博士はまず胸の皮膚を切り骨を開いて肺を取り出したが意外にも肺の中には一滴の水もないばかりか肺は非常な貧血を起こしていたすなわち 歴史の兆候は少しもなかったのである島崎くん歴史でもその他の窒息死でもないよと博士は口元に皮肉のような笑いを浮かべていったおお<う>刑事は腕組みをしてしばらく考えた窒息死でないとすると死因は何だろう 体のどこにも傷らしいものがないまあ待ちたまえやがて博士は腹部の解剖に取りかかったが腹壁を開くなり博士はメスを握ったまま驚いた顔をして腹構内を見つめたというのは腹の中に血がいっぱいたまっていたからだ 恐ろしいたくさんの血だ。大動脈でも破裂しなけりゃこれほどの出血は起こらぬ博士はこう言って助手にその血を取り除かせやがて胃や腸を持ち上げて腹部大動脈を調べたがその時「いや!」という異様な声を上げた「何だい?」と刑事は驚いて尋ねた。 博士はそれに答えないで手早く胃壁を切り開いてみせた博士が驚いたのもとおり胃の後壁には一丁のナイフがぐさっと刺さってそれが大動脈をも傷つけていたからである二胃の中のナイフ 博士と刑事とはしばらくの間顔を見合わせてぼうぜんとしていた腹にも背中にも傷がなかったからこのナイフはどうしても口からのみ込んだものでなくてはならぬ博士は黙ってナイフを出して手に取ったそれは銀の柄のついた長さ4寸幅4分ばかりのナイフであって先は多少とがっていたけれど刃はついていなかった だから物を切るのに使うナイフではないのであるこのナイフは何に使うものだかわかるかねと博士はそれを皿の上へ乗せて刑事に渡した「待ってくれ」と言って刑事はじっとナイフを見つめながら考えた博士はそれから手早く腸やその他の臓器の解剖を終わり 死後少なくとも3日は経過している死因は大動脈からの内出血だそのナイフが致命傷を作ったのだと言ったおおすると飲み込んだナイフが胃を傷つけさらに大動脈を傷つけたんだね変わった自殺方法もあったものだ自殺じゃないよ えだって他人がこの男に無理にナイフを飲み込ませるなどということは考えられぬしかし死体は川の中にあったじゃないか水の中でこうした自殺をするとは思われないから死体は川の中へ投げ入れられたと見るのが死闘だろうしてみると他人の手がかかっているだが ナイフを飲んだのは少なくとも自発的だろうそれはそうさだから自発的に飲んだところを誰かが前からグイッと押したのかもしれぬそれに胃の中はアルコールの臭いが盛んにするんだ死ぬ前に酒をしきりに飲んだらしい酒をたくさん飲んだとすれば焼け酒かもしれぬしてみると自殺説が成り立つ 山村博士はしばらく考えてから言ったそれはとにかく君はナイフを飲むような人間を一体何だと思うさあキング類だろうかそうじゃあるまい普通の人間でもナイフを飲むということはできにくいのに気が狂っていたらなおさら喉は通りに行くかろうだからこの男は ナイフをを飲むこととと習慣ししていたとしか考えられない。そんな人間があるかいたくさんにはないがたまにはあるはずだもう一度死体の衣服をよく調べてみようこう言った山村博士はかけてあった人への裾のあたりを熱心に探していたがしばらくしたから「あったあった!」と言った。 何がと刑事は歩み寄って尋ねた「これだよ」と言って博士は指先で23本の毛を挟んでみせたちょっと見ると馬の毛かと思われるもので確かに人間の毛ではなかった「岡田君これを顕微鏡で調べてくれたまえ」と博士は言った 岡田助手は顕微鏡検査にかけては山村博士に劣らぬ技量を持っている岡田君はその毛を受け取って小さいガラス板の上へ乗せて顕微鏡にかけた「岡田君分かったか?」としばらくしてから博士は尋ねた「わかりました」とはっきりした答え「何の毛だね?」 ゾウと島崎刑事は目を丸くして叫んだ「そうだろうと思った」と山村博士は落ち着き払って言った「僕は馬か猿かゾウの毛だろうと思った」 じゃあこの男は動物園の番人か動物園の番人はナイフを飲まぬよだが君は今まで毛の生えている像を見たことがあるか島崎刑事は旗と返答にこもったなるほどそういえば毛のある像はめったに見ないものである象は大きくなると毛がほとんどなくなるが 小さい像にはまだ相当あるものだよ。と山村博士は言葉を続けた。だからこういう場合には若い象の毛と考えた方が主張だ。すなわちこの男は若い像を取り扱っているところに関係があるんだ。どこだろうと島崎刑事は頭をひねった。若い像を取り扱うところで ナイフを飲む。わかったと刑事は叫んだ。そうだろうではこの男は今浅草の千歳座で興業中の大正局場団の役者かそうだと思うよ。他に今東京にはそういう見せ物が来ていないから。それじゃあこれからすぐ調べてくる。と。 島崎刑事は出かけようとしたああちょっと待ちたまえ君に見せたいものがあるこう言って博士は助手の方を向いた岡田くん一作実の放置新聞を持ってきてくれたまえ博士は取り寄せた新聞を開いてしばらく記事を探していたが「これを読んでみたまえ」と指さしながら言った 刑事は読んだ大正局馬団の「二」の代わり三郎斎正月の率いる大正局馬団は明日から「二」の代わりを出すことになった一座の花形であった象使いの昇家とナイフの実で評判の昇藤と人気者で猿使いの道家師昇園とが事情あって引退したので「二」の代わりでは新顔を加えて 珍しい曲芸を出すことになった人気役者3人が同時に引退したことは同団にとって非常な打撃だがかねて一座のうちには内向があってそれが表面に現れたに過ぎないのであると「うーん」といった刑事の目は輝いた引退した3人のうちナイフのみが死体となったわけだね。 そうらしい。これは事件はなかなか複雑になったとにかくこれから浅草へ行ってこようこう言って刑事が出て行くと山村博士は岡田助手に向かって「さあこれからあの飲みの食っている血を分析してみよう」と言った岡田君は飲みの入れてあった瓶の口にクロロホルムを含ませた綿を当てると のみは見る間に動かなくなくった。そこで道くんはそののみを取り出し生理的食塩水を入れた小皿の中で潰して中の血をその食塩水に溶かした飲みの食っている血が人間の血か象の血か猿の血かそれだけを調べてくれたまえこれを調べるにはかねて馬の血なり人間の血なりをそれぞれ別のウサギに注射して その血清をとっておき、いざ試験という時にその血清を試験管に少し取り飲みの血の溶液を加えると飲みの食った血が人間の血なれば人間の血を注射して作ったウサギの血清と反応して白濁を生ずるのである岡田君は指揮に従って小さな試験管を取り出し それぞれぞの動物の血を注射して作ったウサギの血清を表室の中から取り出してきて一定量ずつ分配しそのおののの中に飲みの血の溶液を適量ずつ加えた反応はすぐにでも現れるけれど数時間後に見るのが最も安全であるから博士はその間に腸の内容物などを顕微鏡で調べたが別にこれという珍しい発見もないらしかった。 4午後5時ごろ博士は飲みの血液分析の結果を見たすると予期した通りであったものかその顔には満足の色が浮かんだとそこへ島崎刑事がニコニコしながら威勢よく入ってきたのである「どうだった?」と博士は尋ねた まあ聞きたまえ。事情はこうだ大正局場団から姿を隠した3人のうち一座の花形とされていた象使いの女昇華は団長の妾であったがこの女はすこぶる多情でこれまで一座の誰彼となく情を通じ最近はナイフの実の小頭と怪しい仲となり旗の見る目もつらいほどふざけることもあった。 ナイフの実とはナイフを23本飲んですぐ吐き出す術であってかなりに危険な芸当である小党は年が比較的若いけれども一座のうちにかなりに勢力があって最近では局馬団の総員60何人のうち約半数が団長派残りの半数が小党派に組みし部隊の上ではお互いに平和を装っているけれども 楽屋や合宿所では少しのことににらみ合いが始まったことに正桃と正架との仲が露骨になったからは団長正月と正桃との間はますます見学になって今にも事件が起こりそうであったちょうど今日から4日前すなわち第一工業の済んだ晩一座の者は異ろの縁を張ったがその席上で二人は大喧嘩をやり もう少しで血を流すところであったとその翌日から翔斗翔歌の姿が合宿所から見えなくなったので一座の者は2人が手に手を取ってドローンを決め込んだのだと思ったところがそのあくる日翔斗と翔歌のいなくなったことを知って猿使いの道化師翔圓が姿を隠したのである 聖と聖刀とは双子であって聖縁は聖刀を兄兄と呼んでいたがちょっと見るとどちらがどちらだかわからんのでそれを種にいろいろな芝居を仕組んで見物をやんやと言わせたものである聖縁のしぐさはいかにも滑稽で猿を非常に上手に使い道化師としては申し分のない男であったしかしながら 内心は非常に優しく、第一猿をむやみに可愛がって神食を共にしたくらいであるが猿に対してばかりでなく兄思い師匠思いで人々から好かれていたしかるに兄と師匠との間が前述のようになったので松園は一人心を痛めていた「兄に味方をすれば師匠にすまず師匠につけば兄にすまぬ」 だからうかと兄とが姿を消したと知って非常に心配し「師匠にすまぬすまぬ」と言いいっそ兄の代わりに腹を切って師匠への申し訳にしようなどとさえ言っていたということであるだからえんが姿を消したと知った一座の者はきっとえんが自殺したに違いないと想像したこういうわけだから君 と島崎刑事は語った。逃げた翔斗が今この通り死体になったとすると当然恐ろしいことを考えねばならんじゃないか翔斗は女を連れて逃げるほどだから自殺するとは思われないだからナイフを飲んだところへグッと腹を押しつけられて殺されたに違いないすると殺したのは誰だろう ままさかかかが手をかけるるようなことはあるまいから、犯人は断腸の正月よりほかはないそれに合宿所の方で聞いてみると正月は宴会のあった晩1時ごろに帰ったそうだが宴会の跳ねたのは10時ごろで10時から1時までの正月の行動を誰も知らないんだしかも死体の腐敗程度から考えてみると。 その晩に殺されて川へ投げられたとみて差し支えなくことに胃の中に酒があったというのだから僕は正月に同行を求めて今別室に待たせてあるんだよ山村博士はうつむきながらじっと考えていたがしばらくしてから口を開いた正桃と正円とが双子だというから死体は正円かもしれんじゃないかことに 松園が自殺したという噂さえあるというんだものけれど松園にはナイフは飲めまい練習すれば飲めるよしかしここで僕らが議論をしているより団長に死体を見てもらった方が早わかりだ5 大正局馬団団長三郎斎松月は死体の置いてある部屋に連れられてきた岡田助手は顔にかけてあった白布をのぞいて正月に見せたが正月は正藤か松園かのどちらかに違いないけれど兄の方か弟の方かよくわからぬと言った何か2人を見分ける目印はないかねと山村博士は尋ねた。 右の方の鼻の脇にほくろのあるのが兄の正頭ですがちょうどそこの皮がむけているのでわかりませんこの着物は兄のだろうか弟のだろうかと博士はかけてある着物を指さして尋ねた兄弟とも同じ着物を着て同じ帯を締めていましたからよくわかりません このナイフに見覚えがあるかね。と博士は皿の上のナイフを見せたこれは小刀が舞台ででで飲んでみせるナイフです。と正月は即座に答えた正月はこのナイフをいつも自分で持っていたかね自分で持っていることもあり小円に預けておくこともありました。 同じナイフが5本ありますが舞台では大抵3本しか飲みませんそれから正月は島崎刑事の部屋で博士と刑事の尋問を受けた君は正統と昭華が逃げたからその行方を探さなかったのかね刑事は尋ねたあの女には持ちかねていましたから捨てておきました でも君はこの間の宴会で、章頭と女のことで大喧嘩をしたそうじゃないか正月は少し顔を赤くしていった。あんまり人を食った振る舞いをしましたので、ついい杯っぱい期限で言葉が荒くなりました。宴会の済んだのは何時だね十時頃でした。君はみんなと一緒に合宿所へ帰ったか ええちょっと用事があって脇へ回りましたどこへ行ったかねそれは申し上げられません君隠してはいかん隠すと小塔殺しの嫌疑がかかるよ正月は目を向いて驚いたご冗談をと彼は苦笑した 冗談ではない。章刀はナイフを飲んだところを押さえつけられて殺されたのだ。本当ですかそうとも、だから何もかも言いたまえというのだ。たとえ私が犯人と見られましても、それだけは申し上げられません。では、何時に合宿所へ帰ったかね 一時頃だと覚えていますショうととしょはその時帰っていたかね後で聞きますと宴会が跳ねるとみんなと別れてどこかへ行ったそうですがそれきり帰りませんけれどこうして死んだところを見るとしょにでもやられたのでしょう 翔花はそんなに悪い女だったのかねそのくらいのことはしかねない女です島崎刑事はじっと考えてから尋問を続けた君は翔園のいなくなったのをどう思うわかりません気の小さい男でしたからただいまの死体を見た時に 小園が噂通り自殺したのだと思いました。小園と小家との間は何ともなかったのかねと、これまで黙ってそばにいた山村博士が尋ねた。そんなことは少しもないようでした。小園の使っていた猿はと、博士はさらに尋ねた。小園は、 一日だって猿と離れていられぬくらいでしたから無論猿も持っていきました博士は島崎刑事の方を向いていった島崎君ちょっと話したいことがあるからこの人に待っていてもらって僕の部屋へ来てくれたまえ2二人きりになると博士は言った君は本当に正月を正当殺しの犯人だと思うか だって正月がその夜の十時から一時までの行動を話さなければ嫌疑は晴れぬよそうかだがねちょっと不思議なことがあるんだなんだねあの死体の猿股にいたのみは猿の血を食っていたんだ6 えと島崎刑事はびっくりしたそれじゃあ死んだのは松園か死体にいたのみが猿の血を食っているとすりゃそう考えるよりほかはないじゃないかけれど死体をここへ運んでくる途中で飛びついたのかもしれんだって猿の血を食っているのみはめったにおらん。 小園が死んだとすりゃ自殺に違いないが、そうするとナイフを飲んでから自分で腹をぐッと押さえただろうか。そうじゃないよ。やっぱり他殺だ。え小園が殺されるとはいよいよわからない。まさか刑事の言葉はドアを叩く音に遮られた。 九二が入ってきて大正局馬団の省庁という人がお目にかかりたいとて来た旨を告げたこちらへお通ししてくれやがて二十七八の男が九二に連れられて入ってきた何の用がね団長はまだこちらにおられますか刑事は黙ってうなずいた もはやご承知でございましょうが姿を隠した道家師の松園君から一昨日私のところへ手紙が来ましてもし師匠が警察へ降印されるようなことがあったら師匠に同封の手紙を渡してくれということでしたから今持ってまいりましたどうかお渡しをお願いします 園はどこにいるのかね。手紙には住所が書いてありませんでしたその手紙を持ってきたかねはあ刑事が消し印を調べると浅草局であり日付は松園の姿を消した日すなわち正斗と昇華とが逃げた翌日の最後便である。 刑事と博士とは手紙を持ってきた省庁を待たせておいて刑事の部屋に帰り刑事は省園の手紙を正月に渡した正月はその場で封を切って読んだがその顔にはみるみる明るい色がさし読み終わるなりニコニコしてその手紙を刑事に渡した刑事は読んだ書き置きのこと 師匠さん、どうか兄の罪を許してやってください。私はこれから兄の代わりになって自殺します。ですから、兄と昭華姉さんの行方を探さないでください。いよいよ自殺しようと決心したとき、私の心は晴れやかになって、同契約者として人気を博した以上、 同家役者らしい死に方をして世間の人々をあっと言わせてやろうと思いました。いつぞや隅田川の上流へ釣りに行った時奥村の付近を一本の大きな松が堤防から川の方へ斜めに生えているのを見ましたので私はあの松を私の死に場所に決めました。私はかねて 兄と同じくナイフを飲む練習をしたことがありますからその松の頂上へ登ってそこでナイフを飲みますそうして松の上で機械体操の真似をやってその拍子に腹をぐっと押せば腸に傷がつくから死んで川の中へ落ち込み歴史者として川下へ漂着するだろうと思います ところが解剖されると腹の中からナイフが出るので世間の人をあっと言わせることができるだろうと思いますけれどもし私の死骸が長い間水の中にあって腐敗したとなると兄と間違えられるかもしれませんさすれば自然師匠さんに迷惑がかかるかもしれません こう思って、私はこの書き置きを師匠さん宛てに書き、親友、小蝶君に託しておきます。どうかこれからは、団員諸君が仲良く暮らしてゆかれんことを祈ります。くれぐれも、兄と姉さんの罪は、許してやってください。小園。 7君道化師に一本参ったねこれでもまだ君は他殺説かと島崎刑事は正月と省庁を介してから山村博士に向かって言ったさあ夕飯でも食べてゆるゆる話そうじゃないか何をグズグズしていると大物を逃してしまう こういった博士の顔は伝統の光に照らされて一種の凄みを生んだ。島崎刑事はびっくりした。えだって宣告、君は正月を返してもよいと言ったじゃないか。正月に罪はないさ。だが、正宴の死は自殺じゃないよ。それじゃあ、正当が殺したのか。そうだ。 小刀と小家を捕まえにはならん。しかし、もう三日も経ってる。いや、まだ東京にいるか。たとえ東京を去っても遠くへは行っておらぬ。刑事は直ちに手配をしようとした。君、猿を連れた夫婦連れを探したまえよ。と山村博士は言った。猿を と刑事は意外な面持ちをして尋ねたそうだよ松園を殺したなら猿のやり場がないじゃないかだって猿を殺すぐらいわけのないことだところが犯罪者というものは人を殺すほどの悪党でも動物は殺さぬよそれに君あの書き置きには生前それほど可愛がった猿のことが 一言もかいいいてななじゃないかそれじゃああの書き置きは小塔が書いたのかけれど正月はさっき荘園の手だと言ったぜ双子の手は時によく似ることがあるものだよと博士は意味ありげな顔をして言った翌日の午後島崎刑事はうれしそうな顔をして実験室へ入ってきた 君、おかげで翔トと翔斗を捕まえて今停車場から連れてきたところだ。二人は京都駅で発見されたよ。猿を鉄道に託していたのですぐわかった。と、期待の汗を拭きながら山村博士に語った。それはよかった。で、尋問はこれから君に立ち会ってもらって始めようと思う。 よろしいとしばらく山村博士は考えていたが「君ちょっと先へ行っていてくれ僕は後からすぐ行く」博士はそれから脱脂綿にアルコールを含ませて手を拭きそれを握ったまま岡田助手に何事かをささやきしばらく過ぎてから助手と共に島崎刑事の部屋に来た見ると部屋の一隅に。 三十ばかりの男と二十五六のはすっぱな女とが並んで腰掛けていた博士は男のそばへつかつかと歩き打った君が大正局場団の翔藤くんですかこう言ったかと思うと博士はいきなり男の右の方をアルコールを含ませた綿でぐいっとこすった不意を襲われた男があっと言って立ち上がろうとすると この時早く、岡田助手は男の手にカチリと手錠をはめた。そばにいた女はこの光景を見て逃げ出そうとしたが、その時走り寄った島崎刑事のために難なく捕らえられてしまった。島崎君、大正局場団の道家師、松円君を紹介する。これが、兄松藤を殺した犯人だ。 と山村博士は力を込めて言い放った見ると今まで男の右の方にあったほくろは跡形もなく拭い去られていたもはや逃れられぬ運命と覚悟した2人はその場で罪状を逐一自白した。 大正局場団長正月の目かけであった象使いの昇華はナイフの実の昇頭と情を通じ最近は向島に一軒の家を借り婆さんを雇って相引きを続けていたが多情な彼女はいつの間にか道家師の昇園とも関係しついに昇園昇華の間に真剣な恋が成り立った昇園は道家師であるだけにさすがにうまく人の目をごまかしてきたが 翔太だけはいつしかこのことを感づいて翔太を我が物にするため彼女を連れて逃げる計画を立てた翔太は言うまでもなく不賛成であったが不服を言うと気の荒い翔太は彼女を殺しかねないので表面はそれに同意してその実翔太をのぞこうという恐ろしい決心をしたのである。 ナイフを飲ませて殺すという手段は彼女の考えたことであって表向き善良な性質を装って内心悪党の松園は一も二もなくそれに賛成した松藤は第一工業が住み次第逃げることにしていたのでいよいよ当日には午前中に雇いのおばあさんに暇をやって荷物をまとめた松藤は宴会に出ることに気が進まなかったが 胸に一物ある商家がしきりに進めたのでその言葉に従ってとうとう席上で団長と大喧嘩をした松園はかねて打ち合わせであったとおり宴会から一足先に商家たちの隠れ家に忍び込んだ押し入れに入って2人の帰るのを待っているとほどなく2人は帰ったが喧嘩に気を腐らせた商栋は に向かってさらに酒を出せと命じたお前さんのような酒癖の悪い人には本当に愛想が尽きてしまったと祥花は言った何酒を飲むのがなぜ悪いお酒を飲みや売り物のことだって自然ダメになるわさそうなった日には連れ添うことはできるじゃないの バカい,い酒飲んだってゲートは立派にできるおや酒に酔ってもナイフを飲んで吐き出せるの当たり前だではやってみてちょうだいそうすればこれからいくらお酒を飲んでも堪忍してあげるよーし章頭は氷から例のナイフを取り出し 立ちながら鮮やかにぐっと飲んだ。「すると昇華は隠して持っていた風呂敷を彼の頭にすっぽりかぶせて力任せに引っ張ったので酒に酔っていた昇東はもろくも畳の上へあおむけに倒れた」とこの時押し入れから出た松園は兄の腹の上に尻をのせてぐいっと押したのである。 聖と翔家とはそれから死体の所持品をすっかり取り出して押し入れの中に寝かせ聖縁だけはずうずしくも合宿所へ帰ったそしてあくる日猿を連れて翔家の隠れ家に帰りその夜友人の翔長に宛て手紙を出した夏のことであるから死体ははや3日目に著しく腐敗した 実は彼らは正斗の右の方のほくろを取るために腐敗するのを待っていたのである正円が指の先でそっと方を触ると皮膚はすぐさまめくれてきて少しも人力を加えた跡が見えず目的を達することができたで正円は夜印に乗じて大胆にも死体を背負い付近の隅田川に捨てたのである そうして二人は早朝市内へ渡るために東京駅を立ったのである松園は死体を捨てに行く時まで猿と戯れていたのでその猿の血を吸った飲みが松園に飛びつきさらに死体に移ったことをもとより彼は知る由もなかった9 君は松園が正東を殺したということを初めから知っていたのかと2人きりになった時島崎刑事が訪ねたまあそうだと山村博士は答えたでもあの松園の書き置きさえ松東の書いたものだと言ったじゃないかそんなことはいいやしないよ 荘園の書き置きに猿のことが書いていないことを君に注意させようと思っただけだ。すると君はあの書き置きを見て、荘園を怪しいと睨んだのか。いや、違う。飲みからだよ。え、飲みだだって。のみは猿の血を食っていたから、死んだのはかえって荘園と思われるじゃないか。そうじゃないよ。 のみは水中ではせいぜい16時間しか生きないだからあの死体は過去16時間以内に水に投げられたものだところが腐敗の程度から見るとどうしても死んでから3日以上経っているそうすれば当然丘で殺されて23日過ぎてから水に入れられたものだで 道化師の書き置きは嘘だということになるけれど飲みは必ずしも水の中にいたとは限らず衣服の表面にいたのかもしれんたとえそうとしても飲みの食った血というものはそんなに長い間飲みの体の中にあるものじゃないせいぜい89時間くらいのものだだから犯人は死体が発見された前夜にはまだ東京にいたことになる それに猿の飲みがいるくらいでは犯人はよほどの猿好きでなくてはならん。そこで僕は犯人は猿を連れて逃げるだろうと思ったよ。犯罪者が動物に対して異様な執着を持っていることはこの例からでもわかる。なるほど。では今度の事件は一匹の飲みによって解決されたわけだね。 それにしても、団長の正月は、なぜ宴会の晩の行動をあんなに隠したのかしら。それは君、芸人のことだ。人に言えぬ秘密もあるよ。昇華に少しも未練を持たなかったのも、その辺のことが関係しているだろうじゃないか。いや、こういうことは君の詮索の領分だ。僕にはやっぱり、 飲みの研究ぐらいがふさわしい仕事だ。<laughs>